はい、今回は、まあ、コロコロ発売からの新しいカード情報、はい、その辺りを、はい、トークしていこうかと。そうですね。でちょっとね、俺買い取り品が 10万円ぐらい貯まってるから、俺はちょっと退場するんですお願いします、ね。じゃあ、はい、じゃあ、あとは、はい、適当に雑談ですね。そうそうそう、はい、で本当にカードショップ雑談コーナーみたいになりましたけどはい、でね、はい、新しいねカードもどんどんね出ていきますが、これがね、これ7月なんですね、発売がね、まだもうちょい先になります。アニメ放送は6月だから。そう、6月で、その肝心のスターターとかも6月なんですよ。6月の終わり頃で、今度このパックが出るのが7月の頭っていう。そう、なんかちょっとなんかポン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 開けてる感じがするけど。そうですね、ちょっとね間がね、まあ開いてますけど、でもそれぐらい開けてくんないとね、はい、いけないこともあるんですけどね、いろいろね買ってもらえない、そんなに立て続けに売られてもね、はい、でまあね、はい、ガルガンチャパニッシャーも新しくなりましたよと。新ガルガンチャパニッシャー、あんまり名前が変わってない気がする。そうそう、名前はね、ただ属性がね新しくつきましたね。ドラゴットと新竜族、はい、新竜族なんだっていうのがね枝増えたんで、どうも多分こっから先はこの辺りの2つの属性がテーマになるんでしょうね、きっと。はい、でまあこれはねドハザカードですね。はい、相手のライフが5以下で互いのセンターが空いていて、で場に、ドラゴットを含むモンスターがいるならば打てると。あ、今度はあの場にいないといけない理由があるね。そうですね、ただですねゲージがですね2ゲージなんですよね。はぁ、で2ゲージで5点っていうね。いやだって初代はさ4ゲージだったのに、ね、そうそう4ゲージ4点、まあその代条件ないですけどね。でこの場合は条件は、まあガルガンチャパニッシャーの条件はつけていながらも、まあドラゴね、そのドラゴットがいればいいと。ドラゴットがいたら2ゲージで5点、うん、まあね、まあバッテンバスターがあったからまあいっかっていう。さあこれ一応3代目か。そうですね、アニメ上ではタスクガオでこうって感じ。そう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 。でじゃあ次行きましょう。さてこれが、はい、バディ、バディですな。ガルガンチュアドラゴンで、ドラゴンワールドじゃないんですよ、この人ね。はい、なんでやん。この人はですね、あのドラゴット新竜族っていうね、まあ新しいワールドではないんですが、まあジェネリックみたいなカードって思ってくれればいいと思います。あ、そういえばなんか書いてないね、いつもだったらここにドラゴンワールドとか書いてある。でね、効果第1行目がね、このカードは全てのフラッグで使えるだから、はい、まあ、別に全フラッグに入ります、これ。なるほど、はい、だからまあ核王みたいなもんですな、要するに。はい、でサイズに7000、打撃2と。で、1ゲージ払って1枚ソウルに入れて現れますよと。で防御が4000しかないの。まあ実はまあこの防御あんま関係ないかなっていうところですね。関係ないんだ。はい、で、攻撃力がまあ 2回攻撃を素で持っていてソウルガードを持っていると。で問題なのがこの先の能力ですね、新しいキーワード能力、はい、G エボ。あ、G エボっていうの、はい、エボリューションね。まあ、エボリューションってのは G エボ。G エボなんだ。はい、そう。で、ね、G エボがね、このバトル、このカードのバトル終了時、手札のドラゴットのモンスター1枚をコールコストを払わずにこのカードの上に乗っけていいよっていうね、効果です。はい、まあ、なので、バトル終了時なんで、まあ、2回攻撃した後に、G エボ使って、新たなるモンスターをこの上に、ね、あのドラゴットカードをこの上に乗せて、ね、さらなる追加攻撃をができると。あ、なるほど。っていうこともできますし、でこのカードバトル終了時と書いてあるんで、うん、これは殴られても大丈夫です。攻撃された後にこのカードの上に乗っけるなんてこともできる。君の探中とかいろいろと書いてないかな。そう、全くたあの自分相手のターンはな、特にそういう規制はないので、はい、攻撃されても OK ということになります。じゃあ攻撃防ぐ、あ、攻撃にやられるときに防いで、その後にポンって乗っけるときも、うん、そう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 、っていうこともある。あ、はい、でバトル終了時というのはね、あのこのカードとバトルしたカードっていう意味合いになるので、はい、例えばこれがセンターとかもしくはライトレフトに行って、まあ攻撃をされて、例えば攻撃向こうのカードを使っても、このカードがバトルしたことに変わりはない。なるほど。そう、だから効果は使えるんですね。はい、さて、で、このカードが、まあ、バディというわけですな。はい、ガルガンチュアドラゴン。で、この上に乗っかるドラゴット系のカードのうちの1枚目がこれですね。サイズ2、攻撃力1万、打撃力3、守備力7000と。
で、コールコストが2ゲージ払ってデッキの1枚をソロに入れて、コールできると。ということは、まあ、普通にコールしても良いんですな。ああ、普通ですね。はい、ただ、このカードはですね、登場時にですね、そのターン中、このカードの打撃力はプラス1するんですね。まあ、要するに4なんですよ。で、2回攻撃持ってるんですね。何か打撃力4で2回攻撃するよっていう、まあ、火力カードなんですが、さっきの G エボで出てくるとですね、うん、G エボで出てくるとですね、そのターン、はい、そのターン中、このカードが1枚で攻撃してるアタックは無効にされず、ダメージが減らなくなるっていうね。まあ、要するに、さっきのね、これからこうなると、打撃力4、攻撃無効負荷、ダメージカット負荷っていう感じでアタックします。まあ、要するに、8点確定。8点確定 ?8 で、もともとのやつは2を与えた。普通に余裕でまあ、要するに、まあ、これが2回攻撃で4点。これを使えばプラスして8点、計12点ダメージ。はい、盾がなければゲームオーバーっていうね。でも正直言ってこれ元の素材がいないと、そう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 、だから引けるか、そうそう、これを引けるかどうかになりますが、まあこれが揃ってしまえばねっていうところですね。はい、なるほど、ね、っていう、攻撃スペックを持っております、うん、でこれがね、攻撃専用か、まあそうですね、でこれがガルガンチュアドラゴン、モードブラストですね。まあ、まさしく攻撃専用モードになってるんだ。そうそう、まあモードっていう時点で他のモードもあるんだろうなって思うでしょうね、うん、だって、まあ、他にもこんなのもありますね。今度は A 的には防御かな。防御ですね。ガルガンチアドラゴンモードソニック、守備力1万、攻撃力7000で、移動反撃持ちモンスター。さっきのとちょっと逆ってことかな。そうですね、反撃防御、はい、でこれも素出しで2ゲージ払ってソウル1枚入れてコールは可能です。でこのカードが場のこのカードは相手のカード効果で手札に戻せず効果は無効にされませんと。あ、なるほどね、はい、で、このカードが登場した時にまずライフ2点回復、うん、さらにさっきの G エボの効果出てるとカードを2枚ドロー。あー、はい、あー、ライフ2回復の2ドローか。そう、2ドローっていうのを相手単純にやる。まあ自分単純でもいいですけど、まあね、はい、でそこから、そうそうそう、で G エボで、 G エボで出てくると2枚ドローするよ、うん、で、これが多分センターにとか立ちはだかったりすると反撃モンスターが、守備力1万の反撃モンスターがセンターに立っているなんてことになりますな。ってことはこの G エボで登場しなくてもライフ2は確定ってことも、まあそうですな、はい、例えばね、ゲージさえあれば最初のターンはじゃあこれセンターにコールとか言ってても別にいいかもしれません、ね、はい、さて、次、何これ、はい、で、これが、この、その新竜族系のね、まあサポート系、サポートっていうか、まあパートナー系かな。パートナー、 さっきのドラゴン、ガルガンチュアドラゴンの横にいるモンスターという意味でしょうね。はい、で、このカードはドロップゾーンのカード1枚をソウルに入れて1ゲージ払って出してくると。で、自分の場にドラゴットモンスターがいるとサイズが1減ると。なるほど、まあ、さっきに言いましたけど、こいつらがいるとサイズ1になるよと。あ、いうね。なるほど。で、こいつがいるとドラゴットは全て貫通を持ち相手のカード効果でレストされなくなるっていう。ああ、じゃあグラビティが効かなくなると。そうそうそう、まあ、要するにね、この辺も寝かしちゃえばいいでしょうっていうことができなくなるよっていう。ああ、なるほど、ね、はい、そうだ、攻撃無効にできずダメージは減らず、これがいれば寝かすこともできなくなるっていうね。しかも3回攻撃か、はい、うん、ね、で、素で3回攻撃持ちとね。まあさっきのね、これが、これのさらに横に3回攻撃がいるというね、はい、まあ恐ろしい攻撃スペックですな、シーンビルドって。ワンチャンつばい、ワンキレされるんじゃないかなと、まあ、いや、なんていうかね、もう火力で言ってしまえばすでに雷帝軍クラスですよ、まあ、うん、そんなに火力あるんだったら必殺技いらねえ気がするけど、うんうん、まあそれでも死ぬに切ってくるから必殺技がいるんでしょうな、もう一押しってことでね、はい、で、これがですね、そのサポートカードですね、他にもね、ガルガンチアモードスイッチ、ゲージ1を払って、ね、対抗で、G エボとして出します、うん、え、はい、G エボとして出します、多分このテキストだと、はい、手札の、ドラゴットモンスター1体をコールコストを払って払わずに、はい、自分の場のドラゴットモンスター1体の上に重ねてコールする、まあ、要するにさっきの素材が、そう、あの G エボ、はい、いや、まあ、なんていうか、さっきのですね、早い話が、あのガルガンチュアドラゴンが G エボを持ったじゃないですか、はい、で、これは対抗 G エボです。あ、結局ね、そう、まあ、すごい極端な話をすると、これがね、これを持ってて、はい、まあ、これを場に出して G エボを使ってこれになるじゃないですか、はい、で、手札にですね、もう1枚これ持ってて、で、これ持ってると思ってるとですね、もう1回、2回攻撃するんですよね。
4で打撃力4で、はい、なるほどってなこともできますと、はい、もし土台がいなくて別の代わりのやつでからのこれをポーンって出すって感じとか、うんそうまあ、例えばなくても例えばねあの G エボでソニックモードから2ドローを絡めてからのこっちとかねこっちは、うん、ってなこともタイプを使ってポーンそうそうそう手札がどんだけ潤沢にあるかによりますが、まあ、そんなこともできるよと、うんうん、じゃあ土台がいなくてもまあ安定はそうそうそういやでもねこれねこれ確かにでもこれ土台が必要なんですよ1枚までコールするなんでねそう土台がどうしても必要なんですがまあでも土台いるでしょうと、まあ、しかもこうドラゴットの上に乗っけるっていうねだって3体のうちの誰かにいればいいそうまあ全部多分フルで積んでれば持ってないわけないでしょっていう、はい、そんな感じですな、はい、で次ドラゴさん、社員ですなライフ1払って2つか1つか、ね、ターン1回の効果でどっちかですなデッキから新竜族アイテム1枚手札に加えるアイテムあるんだアイテムがあるんですなでもしくはドロップゾーンにある新竜族モンスターを2枚手札に加えるああ違うやつのまあまあこういうカードもあるんでまあね新竜族モンスターが手札にいないってことはまずないよねっていう そんなことになりますな名前が違うってことはそれぞれ違うやつをそうそうそうまあ名前が違うったってねさっきの新竜族見ていただければ分かりますけどこの辺全部新竜族なんでねガルガンチはそうガルガンチはドラゴンのこの辺のモードも全部新竜族ですからねでアタックサポートするこいつも新竜族ですからねはい、まあ、だからほとんど全部新竜族だ、ねまあ、新竜族デッキですね、うん、はい話がね、はい、で新竜族にはサポートカードももちろんおりますと、はい、このカードが登場した時に、ね、自分の場に新竜族がいたらば2ゲージチャージするよあ特に単一制限がないので守ってるだけどうぞっていうねで他にもね、はいこいつがね登場した時に自分の場に、他の新竜族があるならばチャージ&ドローなんか幽霊のちょい、うん、似てる感じかな、うんまあ、チャージ&ドロー強化カードねサポーターですな、うん、でこれは新竜族のパワーをプラス3000するゲージ1からんで木から1枚ソウルか、うん、ちょっとねパワーが足んなかったりする時なんかはこの辺で後押してくださいねっていうカードなんでしょうねはいでね、ガルガンチュアドラゴンっていうのがさっきのが、パックが出てくるか今度7月に出るパックが出てくるのがこちらああ ではなくってその前にスターターが発売されますのでスターターのセットの中に入っているのもこちらああ、ガルガンチュアドラゴン、ね、入ってますけど、まあ、目覚めし神、ね、でこれも、まあ、通常通りね全てのフラッグで使えて7000、2000の攻撃を持ってますがさっきと比べて2回攻撃を持っていないでソウルガードもないうん、で貫通だけ持っているよとあただしこれあのコールするのにゲージいらないっていうねああそっかそうで良し悪しは結構ありますだから素材としては全然多分最初の方はね使うでしょうで普通に G エボを持ってるのでこの上にもやっぱり重ねてコールすることができるとってことはあっちが引けなくてもこっち引いてとしても別にそんなに変わりはないと、まあ、そういうことですねそうだからまあ素手2回攻撃持ってた方がまあ圧力はあるんでまあ、しかもね、ソウルガードだった方がね、あの、G エボする前に飛ばされることも多分ないので、あはいまあ、その関係でっていう感じでしょうな。まあでも、全然、あっちのガルガンチアがね、あの数が揃わないときは全然入っていいカードですね、しばらくないと。はい、で、なんだこりゃ、スターターの中に入ってるカードが何枚かあるんですが、これは多分効果を見ればどっかで見た覚えがあるカードですな。ドラゴニックグリモ。はい、そのグリモですね。グリモか。はいドラゴライフ4以下、手札全部捨ててデッキの上から1枚をチャージゲージに置き3枚ドローするあれグリモって確か全て捨てて3枚ドローじゃないそうそうそうちょっとだけ効果が追加されてますなゲージチャージ3ドロー、うんはい、チャージってことかそうそうそうで新竜族ドローとはいでこれが K ですね、はい、ゲージ1で装備してこのカードの攻撃で相手モンスターを破壊した時か相手にダメージを与えた時場に新竜族がいるならば1ドローするよっていう欠かせない武器だね、うん、まあねでもこれもスターターの武器なんで多分これ以上に強い剣もきっとあるんでしょうスターターでさえこの剣なんでねはいで次がここから先はまた違うね何これはいここから先はまあDシェアはいですねこれはですねあのこの D と書いてあるねあの頭に書いてある能力がですね あるんですけども、うん、D シェアのモンスターはあのこの D と書いてあるカード効果を全て共有するっていう能力があるんですよ、まあ、何が言いたいかっていうと次これがまあ1体目例えばこのカードだったらこのカードは攻撃時ライフをプラス2にするよっていう効果を持っています、うん、っていうカードがですね例えば、はいこれもね D シェア持ちなんですよけどね貫通ソウルガードでこれ D シェアでこのカードが攻撃した時にその単中
このカードは2回攻撃を得るっていう能力があるじゃないですか、うん、で最後このカードは攻撃数2回攻撃得るんですよ、はい、ただもしこいつの横にこいつがいるとこいつがアタックしてもこの効果がこっちにも飛んでいくっていう、あー、はい、ってことは共有ってことか、そう共有できるで、ちなみにこれとこれが場にあるとこのカードが攻撃した時に攻撃時ライフ回復するっていう効果もこいつがこいつも使えると、あー、はい、ちょっとパクってるみたいな、そう、まあ、お互い書いてあるカードテキストが互いに共有できるっていう能力、それがこの D シェア能力ですね、はい、要するにたくさん並んでればその分ね効果は全部共有するよと、エンシェントも強くなったもんだな、うん、まあ、でもだからこれサイズ1なんですけどね、でこれがですね種族がですね、あのバンリュウ団っていうのかな、はい、絆の、そう、絆の竜の団って書いてバンリュウ団、あー確かに、はい、っていうね、共有し合ってるから、そう新しいね、そう絆をテーマにしてね並んでるカードの能力を全部共有するというねとこですね、絆か、でそんな絆モンスターの切り札級がサイズ3、えさっきのやつのなんかレベルアップしたバージョン、うん、っていうイメージですね、で、このカードがですね、あのスパイラル D シアっていうのを持っていてですな、このカードが、このカードのソウルにある D シアカード、 D シアのD 能力の全てを得ることができるっていう、要するにこの中に入ってるソウルに入ってるさっきのこの効果を持ってるこの D の効果を持っているカードの能力を全部得るよっていうね、なるほど、はい、っていう能力ですな、でこのカードそのものはこのカードのソウルは相手の効果で捨てられない、まあ、要するに抜かれない、抜かれない、ソウルが抜かれないっていうね効果を持ってるんですね、何これ、君の場の何だっけ、うん、でコールコストは君の輪のバンリュウ団モンスターと君のドロップのバンリュウ団モンスター合計6枚までソウルに入れて2ゲージ払ってコールする、バタドロップ合計7か、そうただあのこの6枚までっていうのが問題ですよね、さっきの見た通りこういうカードを6枚ソウルに入れるんですよね、まあ、何が起こるかって例えば単純な話これとこれを例えばねこれを例えば3枚入れただけで要するにここのカードの能力が全部チョークするんで1回攻撃するだけでライフがね、例えば3枚入ったら2点回復かける3回で6点回復したりとかね、2回攻撃もあるから2回攻撃もあります、まあ、この場合2回攻撃はね複数得ても意味ないのでねあれですけど、まあ入れるモンスター次第ではねとんでもない能力を持つっていうのは多分見れば分かると思いますけど、だからドラゴンより強いじゃないかって、うん、かなり強いですよね、まあ戦い方次第ですけどね、うん、はい、でこちらも必殺技、はい、あらなんか無効化されないとか書いてないの、これは書いてないですね、ただ、場の、ね、場にねこのシェアを持つモンスターがいてライフが4以下なら使えると、自分の場にスパイラルシェアを持ってるカードがいるならばノーコストで打っていいと、まあ、要するにこいつですな、こいつがいるならコスト払わず打っていいよと、あー、なるほど、で相手に4ダメージを与える、何ダメージ、うん、まあ、早い話はこれ例えば何枚も、例えばこれが場にいてこれが立てているのに何枚もあったらあの全部打っていいと、4点4点4点とかいうこともできるとね、はい、さてじゃあ次行きましょうか、あらスタドラです、何これギャラクシー、はい、虹の翼ね、クロスアストロギア、アストロギアか、はい、天球流かな、はい、これ天球流シリーズですね、うん、今度はね、はい、でこの天球流シリーズがまたね変なっていうかねまた面白いね、テーマなんですけどね、面白いテーマ、ここにねあのギャラクシートライアングルっていう、あ、トライアングルってあの三角ですね、三角ですね、でどんな風なトライアングルするかっていうと、あのですね1ゲージ払って自分のデッキの中から1枚ソウルに入れてコールすると、でこのカードギャラクシートライアングルの効果は、あ、この前でギャラクシー F ですな、ギャラクシー F の効果はですね、自分のセンターとレフトに天球流がいて自分が天球流アイテムを装備しているならば、自分の場のカードの、攻撃力全てプラス1万するっていう、1万、そう超パワーで攻撃するよと、で2回攻撃と、で、このカードのテーマはセンター、レフト、武器っていうこのトライアングル、あ、3つだからトライアングル、そう、このトライアングルを作って戦うっていうテーマで、ライトだけ空いてるんで、まあこれはね、そのうち多分出てくるんでしょう、多分で、今見てると2、1、武器、多分ここに置くのは0でしょうね、だから、はい、多分そんなね、感じで、どうやら布陣を作るらしいっていう、はい、新しいスタードラゴンのカードですね、でこれも武器ですな、はい、まあ、当然ねセンターに天球流がいても攻撃できるよと、で、このカードを保持した時にライト、レフト、センターとレフトに天球流がいるならば相手のバドモンスターを一体破壊するよと、まあ、あくまでこのセンター、レフトはアイテムっていうこのトライアングルでを基軸にしたデッキになるっていう感じですな、いやこれどうやって攻撃したの、うん、でそれの、シークレットがこれ、
あ、メインのやつか、はいね、2ゲージ払ってデッキの床1枚をねソウルに入れてコールと。でこれもギャラクシーね、この F かな、はい、F でいいのかな、まあ、F っていう、まあ、F でいいかな、ギャラクシー F、 まあ本当ね、でセンターとレフトとに天気流がいて、天気流のアイテムを装備しているならば自分の場のカードは全て打撃力プラス1貫通を得ると。あ、うん、まあ、要するに3点とか何点とかこういう感じになって、ひたすらね、あの高貫通も含めた高圧で攻撃してるよという感じのテーマですな。シークレットはさっきの方がいい気がするけど、うん、で、こちらはね、レフトに置く用のモンスターでしょう。サイズ1、このカードがレフトに閉じた時に天気流がいたら、まあ2チャージ1ドロー、2チャージ1ドロー、うん、っていうやつですね。普通ワンチャージワンドローな、うん、そう、ただねゲージは枝が伸びるんですな、このテーマだから。なんか多分ね、まあ、この辺の必殺技のこれね、あの実はシークレットも何でもなくてレアかな、だから結構おとなしい必殺技なんですな、これはね。おとなしいの、そうで、ライフ5以下、センターと レフトに天球流がいて、天球流アイテムを装備してるならば普通に5ダメージ。またトライアングルか。そうそうそう、5ダメージで、まあ5ダメージなんでね、結構、うん、ゲージ結構なんていうの、各ワールド5ダメージ必殺技が結構ね増えちゃったんで、ライフ5以下は危険っていう危険とも判断して、危険度でしょうね、はい。で次、でこれがラストかな、はい。これはあのなんだっけ、これがね、実は今度のコロコロにも付録で付くんですよ。あ、そうなんだ。そうで、うん、これがですね、その付録についてるカードなんですけどね。でこれはね、うん、新ガルガンチアファニッシャーファーストっていうカードなんですが、なんでこれ出したかっていうと、強くないかと思ったんですよこれ、はい。なんで相手のライフが4以下で、自分の場にドラゴットモンスターがいるならば使える、うん、4ゲージ払って4ダメージ無効にされない減らない、うん、要するに、まあ、ガルガンチアファニッシャーと同じ4ゲージ4ダメージなんですけど、うん、センター相手と書いてないんですよねこれ、書いてないんですよ、書いてないやん、書いてない、埋まってても大丈夫っていうね、埋まってても打てるガルガンチアパニッシャーってことか。例えばセンターガチガチ状態だと普通に、そう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 、大丈夫ってことか、うん、だからセンター固めてるデッキでも問題なくガルガンチアパニッシャー打てるんですけどっていうね。なんならあっちをシークレット、こっちをシークレットすればいい話になりますな、はい。というわけでですな、いろいろとね、まあ、コロコロのね新しいシリーズが出てきたんですけれどもね、またね次回なんか今度は本当に今分かってる情報はこのね 3つの取得かな、新竜族、万竜団、それから天球竜の3つ。ってことは主人公が3人ってことかかな、まあどうなんでしょうね。まあでもね、今のところ面白さで言うならば多分万竜団がとても楽しそうだっていう。あ、確かに、これは楽しそうですね。6枚入れたソウルのね、このシェアがどんな風な効果によってはなかなか面白いことになるでしょうね。でも正直言ってトライアングルのやつも結構、そうそう、トライアングル、でもこれトライアングルでなんか今一見地味なカードがとても多いんで、多分まだね発表されてないカードまだまだあるでしょうか、なんかド派手なカードがきっとあると思うんですよ、まあね、この中に。そう、ちょっとねこのド派手なカードが出てきてからまた面白くなるかなっていうね。まあどうせ後々また強くなるし、そうそうそう、で今分かってるだけでもなんかぶっ飛んでる強さなのが、どう考えてもこのね、この新竜族があまりにぶっ飛んでるんですけど強さがね、こんなに作って大丈夫なのかな、だってこれ下手すると何回アタックするのっていうね、もうなんていうかね、完全にもうこの必殺の前もあってね、完全に雷帝軍の全盛期レベルの火力を持ってますよこれ。正直な話、正直雷帝軍とすでにドラゴットどっちが強いのか、そうだから火力で言うならばもう同格レベルですね、ほとんど変わらない火力としては、減らすとウェイクまで行っていいかどうか分かりませんけど、まあでも、うん、少なくとも、ま、絶対負けてないですな火力的には。なるほどね、はい、そうでですな、この先ね、いろいろとカードをね集めていかなくちゃいけないとは思うんですけれども、うん、そう、ね、またね、診断がね出て、はい、これがでもやっぱりこいつが結構問題だと私は思いますよね。これ結構問題ですよ。おそらく無効化できない、減らすこともできないの4.2回攻撃、はい、4.2回攻撃、もうその時点で結構なんですけど、ただですな、実はですね、あのこのカードと好相性なカードがね。プロモか、はいはい、はい、こちらにね、はい、あのたこ焼きの付録を出していますけども、たこ焼き買ってきたの、たこ焼きは1回すでに買っています、家で。ああ、はい、そうなんです、でまだ欲しいんでね、追加もどうしようかと思ってるんですが、これがですね、これがですね、今度出るこの新竜族との相性がいい、ね、必殺技なんですけども、はい、新銀だこパーティー2018と、能力がですね、あの
見えてない。自分の場の、はい、自分の場のドラゴットカードがいるならば使えると。2ゲージ払って、うん、自分の場のドラゴットモンスター1体をスタンドさせ、打撃力プラス2してこのファイナルフェーズ中に攻撃できるようになるっていうカードなんですよ。ってことは、要するにこいつがですね、2回殴った挙句の果てにですね、あのこいつのこのカードで起き上がると打撃力が5になって、あ、5じゃない、6だ、6ですね、6になってファイナルフェーズ中もう一回アタックしてくると。うん、でもっと言ってしまうと、あのこのカードがのあのエボの効果で乗った後に、例えば乗った後にこれを使うとですね、例えばこれさっきのこれがあったじゃないですか、乗っけるっていう魔法、これを使って例えば全部のアタックが終わった後にファイナルフェーズでこれ乗っけるということをするとですね、あのこれになるじゃないですか、で打撃力4になって2回攻撃ってまだしてないんですよ、このターン、このカード新しい、ね、やつなん でその状態からこれを打つと打撃力6で2回攻撃するんですよね。打撃力6、攻撃無効にされない、ダメージ減らない、打撃力6、2回攻撃っていうカードになってしまうんで、うん、ちょっとそれどうなのっていうね。つまりあの攻撃無効、ダメージ減らない系の12点分の攻撃が飛んでくるとね。はい、これもつまりワンキルだな、はい、ということになりますので、なんて言いましょうかね、あの新ガルガンチアパニッシャー出番ないんじゃないのっていうぐらいなんですよ、これ。強くないかっていうねレベルでございます。で裏側にもね、はい、あのたこ焼きカードついておりますので、お歴代の、はい、銀だこパーティー、歴代のねバディが揃って銀だこパーティー2018と、これはライフでがですね、このカードですね、コストがライフ3払うとですね、自分のね手札が4枚になるまでカードをドローする、でファイナルフェーズ終了させる。で個人的には、ねうん、ツバイのあのガエンの方、うん、変身した6枚になる方がいい気がするけど、うん、そうまあね、でも、まあ、あれはツバイですからね、必殺なんか入りませんから。いやでもこれね、たこ焼きドラゴンって書いたんで、その気になるとね、アインでも打てるんですな、これドラゴンアインでも4枚取ろうとかできちゃうんですよ、これは。はい、ドラゴンワールドじゃなくて、はい、だ結構ねコンボ系ドラゴンワールドではかなり4枚は、まあ、なかなかすごいんじゃないのっていうところですね。あ、まあ、手札がなくなりやすいデッキなんかにはおすすめですな。なるほど、はい、というわけでね、あのたこ焼きも今ね、売ってますので、売り切れになる前にね多少持った方がいいかと思います。はい、チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたと